Hello everyone, it's 2 o'clock p.m. in Japan. 2時になりました。皆さんこんにちは。 CCT の、CCET のウェビナーにようこそ。国家環境委員会、そして環境省と CCET が環境教育ということで適切な廃棄物管理についてウェビナーを開始いたします。エコロジーノートということで、クリティカル宣言からクリティカルアクションへというタイトルがついております。ではまずお知らせですけれども、今日のウェビナーは日本語英語で両言語で進めてまいりますので、通訳ボタンというのがスクリーンの下にあると思いますので、お聞きになりたい言語をお選びください。そして前もって参加者から質問をいただいておりまして、もうすでにそちらを拝見しております。でプレゼンテーション、そしてディスカッションの中でそれらの質問にできる限りお答えするようにしていきたいと思います。時間に限りがありますので、すべての質問にお答えするわけではないと思いますが、何か質問があるということであれば、チャットボックスというのがスクリーンの下に出ておりますので、そちらから質問を投げかけてください。今回のウェビナーに関して皆様のご意見をいただきたいと思っておりますので、このウェビナー終了時にオンラインの質問アンケートにお答えいただければと思います。Zoom のセッションを退出するときにスクリーンの上に出てまいりますので、今後のイベントに活用していきたいと思いますので、ぜひともご意見をお聞かせください。このウェビナーは録音されております。 CCET のウェブサイトにこのイベント終了後アップロードされることになっております。ではセッション開始いたしましょう。まず開会の辞ということで、 CCET のディレクターの小川さんから、お言葉、開会の辞をいただきたいと思います。Thank you, Tatsuno さん and for the non-Japanese world participants, please allow me to speak in Japanese todayAs the majority of the well, participants of today's webinar are Japanese people. So, それじゃあ、今日のそのウェビナーにご参加いただきありがとうございます。IGS UNEP 環境技術連携センター、まあ、短く言いますと CCET と呼んでおりますけれども、CCET は途上国を対象として廃棄物処理の課題に取り組んでおりまして、通常日本などの先進国はその事業の対象としてはおりません。で、今日の参加登録を見させていただきましたが、実にその3分の2の方が、日本の方でして、これは珍しいというのも私たちにとって初めての経験で、あります。CCET ではこれまで廃棄物に処理に関するさまざまな課題についてウェビナーを開催してきました。今日のテーマは我々の活動の一つでありますところの環境教育、あるいは具体的にはエコロジーの有出版物になるわけですが、これは廃棄物処理についての理解の促進を進めると合わせて、資源の管理のあり方、さらには環境管理といった広範な課題にも関係するものであります。日本の廃棄物処理というのは他のアジアの国々とはまるで異なったものなんですね。いわゆる一般廃棄物と呼ばれる廃棄物の日本での処理は、最終処分場での埋め立て量を削減することと衛生的な最終処分を確保する、この2つの目的を持って、焼却という技術に依存して成り立っています。で、日本の場合には焼却施設や埋め立て地の建設を地域社会に受け入れてもらうためにですね、いわばその費用についてはどちらかといえば二次的なものとなることが多く、結果としてコストの高い、廃棄物処理ということになっているわけです。で、ところがアジアでの廃棄物処理はまるで異なったものです。で、焼却処理は資金的に、あるいはその管理のノウハウの課題から容易に適用できる技術ではなくて、その応用事例というものも限られています。
またアジアの都市の廃棄物は有機物の含有量が多いこと、結果として水分も多いことから焼却という手段には向いていないというような問題もあります。で、私たちの最終の目標は 3R、 いわゆるリデュース、リユース、リサイクル、という言葉が示す通り、限られた私たちの資源というものを有効に活用していくということです。で、現在の私たちの社会は残念ながらこの資源を持続可能な形で利用しているというには難しい点があろうかと思います。廃棄物処理あるいは資源の有効利用という視点から考えた場合、廃棄物の発生量を削減するということが最善の手段となります。ただそのためには一般の人々を含む関係者すべての参加が必要となり、それゆえにこそ教育といったことが必要になってくるわけです。とりわけ学校の教育は児童は大事な対象であり、大切な事業となります。で、このような活動の一環として CCET ではアジアの国々の学校での副読本としてエコロジーノートを作成する事業を推進しています。現在日本の廃棄物処理というのは、そう大きな問題はなく取り行われていますけれども、これも50年ほど前に行われた東京オリンピックの前の頃までは事情は全く異なったものでした。オリンピックを一つの契機としてクリーンな廃棄物処理というものが可能になったのは、ゴミの出し方をはじめとする人々の廃棄物への取り組みが変わったことによるものです。本日のウェビナーではそういった理念の紹介に加え、北九州市からはその具体的な経験を、環境省からは環境教育についての政府としての現在の見解と方針を、そしてグロスナショナルハピネスという理念で、著名なブータンからは CCET とブータン政府が先立って共同で開発したブータンのエコロジーノートの導入の事例についての紹介をいただくこととしています。どうか本日のウェビナーをお楽しみください。 Thank you very much。 小野川さん、ありがとうございました。では本日の司会は、CCET の副所長クマラより行いますので、クマラさんお願いいたします。はい、Thank you、 辰野さん。I hope、辰野さん、ありがとうございます。クリアに聞こえているでしょうか。小野川さん、イントロということで開会の言葉をいただきありがとうございます。今日のウェビナーなんですけれども、3つの成果をディスカッションを通して出していきたいと思っています。まず1つ目、環境教育をどのようにデザインし、そして国や地方自治体の政策に盛り込んでいくのかということです。そして2つ目として、こういった環境教育のプログラム、これをどのように効果的に実施することができるのか、単に知識の学習ということではなく、アクティビティとしてその知識を得た上でアクションに子どもたちが移していけるようにというのが2つ目。3つ目、国際協力がいかなる形で国や都市の間のお互いの学び、これを強化することができるのか、そしてその結果として意味ある環境教育のプログラムにつなげていくことができるのかというものです。今日のプレゼンテーションやディスカッションを通して、今日のウェビナーの今申し上げましたような目的を達成できればと思っています。先ほど小野川さんから話がありましたように、4人のスピーカーを今日はお迎えしております。まずお一人目が CCET のプログラムコーディネーターの辰野さんです。そして大変光栄なことに、本日は右玄プショモ様、
ブータンの国家環境委員会の廃棄物管理局からご発表いただくことになります。エコロジーノートをブータンで CCET とともに開発されておりますけれども、彼女はですね、その著者の一人であられます。そして3人目ですが、北九州市の環境局総務政策部環境学習課環境学習係長のハンセイ様にもお越しいただいております。北九州の経験というのを他の国他の都市と共有するということがとても重要であると思います。で、最後に4人目、田代久美様、環境省の大臣官房総合政策課環境教育推進室の室長補佐にもご登壇いただくことになります。国での経験、そして日本の政府が環境教育にどのような形で取り組んでいるのかというお話をいただくことになります。この4人にご登壇いただくということで、今日はしっかりと知識を共有し、そしてこの先1時間ほどでディスカッションを進めていきたいと思います。それではですね、まず、辰野さんからお願いします。鎌田さん、ご紹介ありがとうございました。それでは私のスライドをスクリーンに上げさせていただきます。私の方からは教育、観光教育の環境教育の役割について、また CCET のエコロジーノート開発についてお話をしたいと思います。まず最初に、このグローバルにサステナビリティ教育がどのように変わってきたかのお話をします。技術が急速に発展し、またグローバルな環境危機、そしてコロナ禍などの状況により、変動性、不確実性、複雑性、曖昧性、いわゆる文化の度合いが高まりました。そして子どもたち、若者たちはそういった状況を生き抜かなければいけなくなりました。そして OECD の教育枠組み2030においては、より若い人々がその部下の世界をきちんと生き抜けるようにすることを重視しています。ユネスコは能動的な教育が非常に重要であるとし、8つの重要な役割を重視しています。こういったスキルや技術をすべての若者、子どもたちに身につけさせたいということであります。これは親御さんや先生が教えられるものではありません。学習者が自分で学んで導いていかなければいけない。そのためには能動的な学習ができるように教育を変えていかねばなりません。では日本のケースをご紹介しましょう。日本においては取り組みが進められ、教育をより能動的なものに変えようと取り組んでいます。先頃教育に関して文科省は新学習指導要領を策定しました。過去日本にも懸念があり、こういった自主的な学習をするアプローチはその学力を落としてしまうのではないかという懸念がありました。しかし国立教育政策研の調査によりますと、そういった教育を受けた子どもたちは、全国の学力テストの小中学校のテスト結果を見ても、能動的な学習にコミットしている学校の生徒ほど、より学力が高いということが分かりました。こういった能動的な学習の重要性を念頭に、行動重視型で、エコロジーノートが作られました。 CCET にウェブサイトが出ております。そのサイトからダウンロードしていただきます。最初に作られたのは北九州市により作られたものであります。この環境サステナビリティ都市としては屈指の日本の街です。そしてこのエコロジーノートは日本のみならず、ミャンマー、カンボジア、ブータンなどでも活用されるようになりました。ミャンマーにおいては2014年以降、CCET と北九州市がタッグを組み、新しい環境教育プログラムを、その第二の都市であるマンダレン向けに開発しました。そして、
これまでの教え方は認識を高めることだけに軸を置いていたために、 CCE 点が新しい環境学習プログラムを先生と子どもたちがより能動的な教育活動を通して実際の成果を上げられるように支援をしました。そして3つのモデルスクールで、マンダレーの学校で実施の支援をしました。生徒たちもこういった清潔や衛生、きれいに保つことの重要性について学びました。そしてエコロジーノートとそのプログラムが拡大され、18の他のモデル校に2016年には拡大され、そして最終的にはマンダレー市内250全校に拡大されることになりました。カンボジアにおいては CCET は国レベル、都市レベルの廃棄物管理戦略の策定を支援しました。その間 CCET はプノンペン市を支援し、パイロットプロジェクトの実施、この教育学習プログラムを2つの小学校で実施する支援をしました。各校とも2000人以上の児童がいる規模の学校です。エコロジーノートには様々なに加えて、ゴミの分別、それからゴミの監視、コンポスト、それから先生のための資料なども含めて支援を行いました。そして164校プノンペンの学校と共有されたほか、他の市町村の小学校とも共有されました。ブータンについて言いますと、ご承知の通り、この国はこの旅行の行き先としてとても人気のあるところですけれども、経済成長が著しく、ゴミの増大が非常に大きな問題となりました。廃棄物管理は国のフラッグシッププログラムの一つとして掲げられ、環境教育の促進が非常に重要な戦略の柱であるとされました。今日はスペシャルゲストをウータンからお迎えしています。ウゲンさんです。このウゲンさんが廃棄物管理局からそのエクロジーノートの重要性についてお話ししてくださることになっています。では学び、教訓について少し触れたいと思います。まず最初にマンダレープノンペンの例からもわかるように、子どもたちがそのメリットについて自分たちの行動の重要性、例えばより環境な心地よい環境を作ることの大切さ、また学校をきれいにすることのメリットを知ると、自分たちから行動を起こすようになります。そういった活動は大きな好ましい余波を生むことになり、それが他の学校にも再現性が高められます。活動そのものはシンプルなものですが、いくつかの重要な要素があります。それによりコンピテンシーの育成につながってきます。共同、自己意識、そして問題解決といったコンピテンシーが強化されるからです。それからまた国の政府を巻き込むことも重要です。カンボジア、ミャンマーにおいて国レベル、都市レベルでのプログラムが行われましたが、ブータンにおいてはプログラム実施が国レベルで実施されました。もちろん十分な成果が先生や学校、それからまた市町村の行政府の関与により可能となるわけですが、国の政府がそこに参画してくれるとより規模を高めて促進することができます。中央政府は例えば学習指導要領の策定の役割を担っています。ブータンなどにおいては王立教育協議会が廃棄物管理をその国のカリキュラムに公式に組み込みました。環境学習がこれまで課外活動として行われてきたわけですが、そのようにカリキュラムに組み込まれたことで一般の授業として実施されることになりました。そうなると環境学習も先生としては進めやすくなります。そうなるとカリキュラムの策定の洞察を得て、そこに廃棄物管理の側面を入れることによってブータンで展開してきたわけです。今日はブータンの廃棄物管理局、それから日本の環境省北九州施策から参加をいただいていますので、素晴らしいゲストが参加してくださいましたので、どのようにして取り組みを行い、
都市、それからまたその省庁レベルでどういった取り組みがなされてきたかお話を伺えるのを楽しみにしています。辰野さん、ありがとうございました。このミーティングの導入という形でお話をいただきましてありがとうございます。北九州、それからブータンの経験をこれからお聞かせいただくことになりますけれども、エコロジーノートがどのような形で開発され、ミャンマーで始まり、カンボジアに広がり、そして今ブータンでも取り組みが進んでいるということで、ご紹介をいただきありがとうございました。それではブータンからのゲストスピーカーということで、ウゲン様からお話をいただきたいと思います。ブータンでエコロジーノートがどのような形で始まったのか、どのような形で教育資材教材として今取り込まれているのかということについてお話をいただこうと思います。ではウゲン、トゥシモ様お願いいたします。時間を守っていただきたいと思います。10分でお願いできれば、その後しっかりディスカッションができると思います。参加者からもいい質問をたくさんいただいておりますので。Thank you, Kumara さん。Kumara さん、ありがとうございます。辰野さん、ありがとうございます。見えてますか、スクリーンは。では私の方でエコロジーノートのプロジェクトについてお話をさせていただきます。まず簡単にエコロジーノートのプロジェクトがどういったところから始まったのかお話をさせていただきたいと思います。リスクマネジメントワークショップをですね、アイジェス、セセップとともに2019年ネパールで開催されたものがありまして、そこでこの CCET がミャンマー、日本、カンボジアのエコロジーノートのプロジェクトを紹介していらっしゃいました。で、そこでブータンにもこういったエコロジーノートが必要ではないかと考えまして、このワークショップの中で CCET に対して、ブータンでもエコロジーノートのプロジェクトが必要であるという提案をさせていただきました。で、その提案をさせていただきました理由でありますけれども、すでにブータンではこういったことを始めておりました。学校の生徒を対象といたしまして、4R というのをもう2015年に始めておりました。これはブータンの王妃が開始したプロジェクトでありまして、ゴミを減らし、そして再利用し、リサイクルし、そして4つ目の R というのは責任を持つということであります。で、もうすでに16以上の学校がこういった取り組みに参加しておりました。この王妃が開始したプロジェクトでありますけれども、我々国家環境委員会と一緒に開始したプロジェクトであります。そこで、この実際のサイトを訪問し、学校を訪問し、こんな中で、4R というのがですね、学校でどのように実施されているのかというのを観察してまいりました。例えばですね、こういった段ボール箱を活用して、分別用のゴミ箱を作ったと、プラスチックですとか紙とか分けるというわけですね。シンプルな形で、教室の中で分別を行うというようなことを行っていました。それからまた、リサイクルできる廃棄物であるペットボトルですとか、もしくはビールのボトルですとか、こういったものを分け、そしてこれを廃棄物の企業に持っていき、そのことによって学校活動に使える多少の額のですね、収入を得るということもしていたわけです。また学校ではですね、月に1回の会議なども進めて実施していました。ユースの取り組み状況のためのミーティングです。また学校でジャンクフードを食べない、減らすということも行っていました。またプラスチックのボトルを使ったりとか、もしくはこういった箱を植木鉢として使ったり、またボトルをバスケットとして再利用したり、こういったこともしていました。またとても興味深いのはこちらなんですけれども、卵のトレイ、これを使って本当に美しい花飾りを作りました。毎年開催される文化プログラムがあるんですけれども、その晴れの日に実際この首飾りをつけたということで、この女の子たちはですね、たくさんお金を使ってアクセサリーを買わなくても、卵のトレイで作られたこのような花飾りできれいに着飾るということができました。それからまた
リサイクルということで、さまざまな当局者ともしくは他のステークホルダーと一緒に、このようなものを作りました。またこのユースの 4R のクラブのコーナーにですね、例えばプラスチックから作った椅子を持ち込んだり、もしくはそれ以外の紙で作った箱がありますけれども、廃棄物の分別を行うですとか、こういった活動も行われておりました。それからまたフォーカスは責任、レスポンシビリティというところにあります。生徒たちが行動変容を行うというわけです。私のゴミ、私の責任という、そういったスローガンのもとにですね、このような取り組みを行っていました。そして意識向上キャンペーンということで、コミュニティ活動にもつなげていました。また1ヶ月にわたってプラスチックを使わないというような、このようなキャンペーンも行い、それぞれ一軒一軒家庭を訪問するということもしていました。最近の気候変動というのがありまして、ハンズオンのトレーニングというのも行っています。ユースのこの 4R のクラブの学校の先生たちに対して、プラスチックのゴミから一体どういったリサイクルができるのかということを学ぶという機会です。でそれからプラスチックの汚染ということに関して、ブータンの王妃がこの学校に対して認証を行うということが開始されました。でそこでエコロジーノートということなんですけれども、我々の当初のフォーカスというのは小中学校ですとか修道院ということであります。環境、そしてサイエンスのこの教科書に載せていくということです。でそして 4R の活動を行い、そして国のですね、廃棄物管理の戦略、この中でキャパシティビルディングですとか行動変容というところに注目をして、我々は開始をいたしました。2019年の3月は最初にアイジェスと接触をしたわけです。でそこでブータンのエコロジーノートの提案をさせていただきました。で2019年の5月には CCET のチームがブータンに来てくださいました。そして実際学校に足を運び、 4R ということに関して学校が何をしているのかということを学んでいただきました。そして何度も我々は協議のミーティングをステークホルダーと共に行いました。そして2019年の1月のことでありますけれども、この協議会、教育協議会と会い、そしてどのような形で理科、サイエンスのですね、カリキュラム、教材にエコロジーノートを盛り込んでいくのかという話し合いをいたしました。そこでノート、エコロジーノートというのをどのようにカリキュラムに盛り込んでいくのかということで、4年生から8年生までの間にこのエコロジーノートをサイエンスの教材に盛り込んで使っていこうというふうに考えたわけです。でこの 3R というだけではなく、危険な廃棄物を出さないというようなことに関しても取り組みを始めました。エコロジーノートのテーマというのがあって、そしてそれをサイエンスの教材に取り込んでいるということで、そのスナップショットということで4年生に関してはこのようになっています。例えば生徒たちの教育ということで、このゴミの分別というのをどのように教えるのかというテーマがあって、これに対してこの教材の方に関してはサイエンスのこの教材の中にですね、分解できる分解できないゴミというコーナーがありました。そこにこのテーマを取り込んでいくということにいたします。それだけではなくて、実際の計算の仕方、廃棄物がですね、毎年その一つの学校のクラスでどれだけ出ているのかという、こういったことを計算するというようなこともやっています。これに関しては演習もあるというわけです。でまた次に6年生のサイエンスの教科書ということですけれども、危険な廃棄物ということがテーマとしてあります。まあ、ここで酸性ですとかアルカリ性ですとか、こういったところにこのテーマを取り込んでいくということを行いました。次に6年生でありますけれども、コンポストの作り方というのが教科書に出ています。それから7年生ということですけれども、エコロジーノートの地球温暖化というテーマを取り上げて、そしてこれを教科書に取り込んでいます。次に8年生ということですが、8年生に関しましては、
効果低い廃棄物管理をすることによって、その空気ですとか土地、水の汚染につながるという話をしています。そしてその後に、そういったことが酸性雨につながるというような、この科学の教科書に書かれているそのテーマに取り込んでいくということを行いました。つまり4年生から8年生、の教科書に国のレベルで、このエコロジーノートのテーマを取り込んでいきました。そして2020年の10月14日でありますけれども、環境教育の日に、このエコロジーノートを実際開始をいたしました。そして2021年、今年の6月、失礼、1月のですね、23日から27日、理科の先生、500人以上対象といたしまして、トレーナーのトレーニングを行いました。CCET の方にもリソースパーソンとして参加をしていただき、それからリスクマネジメントのフラグシップのプログラムのプレゼンテーションもしていただき、そして、その教師たちはですね、教師向けの指導書というのをどのように活用すればいいのかということで、このエコロジーノートに関してどのように活用していくのかということ、それからそのカリキュラムが見直されておりますので、そういったことに関しても教師が学ぶ機会となりました。そしてブータンでありますけれども、このゾンカ語で書かれたエコロジーノートというのもありまして、こういったものに関しては修道院で活用をしています。ありがとうございます。ご説明ありがとうございました。エコロジーノートをどのように作ってらっしゃるか、またカリキュラムに科学、理科やその他の授業で活用されている方法などについてお話をいただきました。いろんな質問がすでに寄せられています。他のプレゼンテーションが終わった後でぜひその紹介させていただきますので、しばしお待ちください。それでは北九州市の半生様にエコロジーノートなどについてお話をいただきたいと思います。それでは半生ギーロ様、お願いいたします。画面の共有をしたいんですけど、それでは私の方からですね、北九州のお話をさせていただきたいと思います。私は北九州市環境局の環境学習課の半生といいます。本日はですね、IDESの関係者の方のご尽力でですね、ブータンの環境者の方や日本の環境者の方とお話しする機会をいただきましてありがとうございます。それではですね、北九州市の環境教育についてですね、環境局が実施していることをご紹介したい、いきたいと思います。本日は時間の都合上ですね、次の2つの観点に絞ってお話をさせていただきたいと思います。一つは北九州が経験した公害克服の歴史。二つ目が子どもの頃からの環境意識を高めるための環境教育ということになっております。それではまずですね、公害克服の歴史から少しお話しさせていただきたいと思います。今から公害克服についてお話ししますが、少し北九州のことを知っていただきたいと思いますので、ご紹介させていただきたいと思います。北九州はですね、日本列島の最短のエリアに位置してですね、人口は100万を切って94万の政令指定都市ということであります。古くからですね、中国大陸との、朝鮮半島などの貿易が盛んでですね、港に加えて近くに山間地があったことから、20世紀の初めから工業を中心にですね、発展を遂げてきたという歴史があります。また、市街地から30分圏内でですね、海岸線や山地など豊かな自然を楽しむことができるという魅力を備えている都市であります。それほど大きな都市ではありませんが、環境といえば、北九州と呼ばれるようになっております。今からお話しするのは約50年前の公害に苦しみですね、それを克服した歴史となっております。このことがですね、現在の北九州市の環境教育に大きく関わっていると言えると思います。北九州市は20世紀初めにですね、官営の八幡製鉄所が、操業を開始してですね、日本の工業化、近代化を牽引してきたと言えると思います。そこでですね、1950年代、60年代の高度成長期に経済的な発展と引き換えに、大気汚染や水質汚濁のですね、深刻な公害をもたらしたということがあります。
工業地帯にある洞海湾はですね、汚染のために、まあ、死の海と呼ばれてですね、煙突から、梅煙が立ち上がり、喘息に苦しむ子供や大人たちが多かったということがあります。工場はですね、仕事と繁栄をもたらしたということがありますが、代わりにですね、激しい公害も市民の方にもたらして、まあ、それに対して市民がですね、ノーと立ち上がったということがあります。きっかけを使ったのはですね、地元、特に戸畑地区のですね、クラス婦人会の方で、家庭の主婦や子供のお母さんたちの集まりでした。家族の健康を不安視した彼女たちはですね、公害について自分たちで勉強することから始め、まあ、自分たちでですね、大学の先生などを招いてですね、調査方法を学んで、まあ、梅人が飛ぶ範囲や量などをですね、地道に調査をしていって、それの調査結果をもとにですね、まあ、行政の方や市議会の方に改善を働きかけたということがあります。そしてその活動の中で彼女たちはですね、1960年代なんですが、8ミリの記録映画を、ね、作って、それを上映しながら講演をたくさんやったということがあります。婦人会活動はですね、その後世論を動かして、企業は、その主張などを真摯に受け止めて、公害防止に取り組んだということがあります。ここで特筆して、まあ、特にご紹介したいのがですね、彼女たちは婦人会は企業に対して争いことを起こすのではなく、議会や行政に公害の改善策を求めてですね、行政を動かしたというところがあります。これは当時の日本では大変画期的なことで、まず起こらないことだったと思います。行政が仲介となり、住民とですね、企業の対話により、和解と公害克服の進んでいったと言えると思います。で、行政はですね、市民の意見に、こうしてですね、国の法律により厳しい公害条例を施行して、具体的にはですね、1970年代、公害防止条例の制定や公害防止計画を策定、環境監視、工場指導ですね、環境改善計画の策定などを行っております。民間企業各社もですね、こうして市と公害防止協定を結び、対策に努めて努力をいたしました。汚染の主要原因者であったですね、民間企業は新たな設備投資や原材料を見回し、省資源、ね、省エネルギー型のプロセスに転換して、転換することを行いました。これによりですね、劇的にですね、汚染物質や廃棄物の大量の削減に成功したということがあります。生産工程を見直すので、初期投資は必要ということがあるんですが、実質的にはですね、ランニングコストが下がるという効果も得られたようです。結果ですね、環境改善と、生産性の向上、同時達成が可能となることも実証されていきました。長い間ですね、経済と環境は対立するものと思われていたんですが、北九州には、まあ、約50年前にですね、経済と環境を両立したという経験と歴史があります。市とですね、企業、行政のパートナーシップがそれぞれを、実現させていったということです。まずですね、下の写真になるんですけど、これが1950年、60年代のですね、洞海湾。右下の方が現在の洞海湾の写真です。過去はですね、魚介類もいないですし、まあ、一匹の、まあ、バクテリアも住んでいないと言われて、死の海と呼ばれてきたんですけど、現在は110種類以上の魚介類が戻ってきております。そして上がですね、同じ時期のですね、空の比較となります。1965年にはですね、甲殻梅人が日本一多かったと記憶されております。その後はですね、甲殻梅人は22分の1以下に減少してですね、1987年には、星空の街として環境省の表彰を受けるまでになりました。次にですね、子供の頃から環境意識を高めるための環境教育についてお話ししたいと思います。北九州市が使用している緑のノートですね、ワークブックを含めてお話しさせていただきたいと思います。子供の頃からですね、環境について考えたりとかですね、
自然や環境と社会のつながりについて意識することは非常に大切と考えています。北九州市でもですね、特に力を入れております。私たちは意識することを気づかせることで、市民の行動変容が現れることを期待しております。この緑のノートはですね、小学校低学年からを対象にしていまして、6歳、7歳の公害の話というのは難しいので、導入として自然の環境から勉強するようになっております。今のさまざまな環境問題を解決するためには、市民一人一人がより良い環境、より良い地域を作っていこうとする意識や能力を持ち、行動を起こしていくことが大切と考えます。また、市民、事業者、行政など、あらゆる主体が共に考え、主体的に行動する市民環境力を高めて、そしてそれを優れた環境人材の育成を目指していきます。そのために、私たちが行っている主な事業をですね、簡単にご紹介したいと思います。これはですね、北九州市が出している附録本、環境のですね、ワークブックなどを載せているものです。学校のですね、環境教育を支援するために、発達段階に応じて様々な教材とかですね、環境教育ワークブックなどを作成して、幼稚園、小中学校で活用してもらっています。その中にですね、小学校に配布する緑のノートというものがあって、これが今回ですね、ブッダの方が作成したものと同じようなものだと思います。ここで緑のノートの説明をします。2008年に国から環境モデル都市に選定された北九州市は、次世代の、担う子どもたちが、就業時からですね、環境について興味関心を持ってもらって、自ら環境に対する正しい知識ですね、それを身につけるとともに、感受性を育んでいくことを願ってですね、書き込む式の環境ワークブックを作っております。これが緑のノートになります。これは2010年からですね、市内の全小学校に配布する形となっております。小学校の各か、学年の学習に関連させてですね、総合的、体現的に仕上げており、北九州市の事例から、環境問題とその取り組みを理解できるようになっております。そして低酸素社会のですね、良さに気づいてもらって、エコライフに取り組んでみたいと思えるような具体例などを紹介しております。特に学習で指導しやすいようにですね、写真やイラストなど、ビジュアルでわかりやすく表現しているところがポイントになっております。そこで最大のポイントなんですが、これはですね、私たちが作るというよりもですね、小学校の先生が主体となって、集まっていただいてですね、討論会、検討会を開いてもらって、実際に出発しております。そしてですね、小学校低学年、1、2年生なんですけど、わかりやすく自然への気づきを中心に、クロスワードやエコーのスゴロクなどで楽しく学習してもらって、小学校高学年、5、6年生では、地球の温暖化やエネルギー問題、環境問題というところに触れております。当然、北九州市の公害克服の歴史などにも触れております。そしてこれがですね、教師用の指導書になっております。低学年、高学年をですね、指導書一冊に編集してですね、授業を活用しやすいように、ポイントや環境関連の言葉をですね、わかりやすく解説するようになっております。特にここの赤い部分ですね。ここに、吹き出しとして書いてですね、わかりやすくしております。このようにですね、環境局は、学習の資料を提供するという形で協力をしておいて、活用方法などはですね、各学校や各担任の方、先生の方にですね、お任せしているというところがあります。そして少し変わった事例になりますが、ゴミの収集作業を行っているですね、市職員による出張事例ということも行っております。実際にする清掃車をですね、学校に持ち込んで、疑似ゴミのですね、積み込み体験や乗車体験を行って、親しんでもらったりですね、その後、屋内に入って、公害の話から、家庭ゴミが処理されるまでの過程をですね、わかりやすく職員の方が解説しております。そして、時間の限り、ある限りですね、環境に関しての質問を受け付けております。そして、もし、
このもう一つの目的、狙いとしてはですね、この話をですね、お家に帰ってもらって家族の方に話してもらう。そして北九州市の施策をですね、広めていただくっていうことも一つのことになっております。これはですね、市内にある、環境学習施設というところで、環境ミュージアムがあります。この施設はですね、2001年の北九州博覧祭の、パビリオンとして使用していた施設で、それを改修してですね、オープンしております。市内は、当然北九州の郊外克服や、市のですね、環境施策の展示を行っていまして、環境に関すること、遊具やパネルを使って楽しく学べる施設となっております。ここにはですね、専門のガイドスタッフが常駐していまして、市内の小学校4年生を対象にした学習プログラムなどをですね、やっております。展示の解説やエコ工作を教えています。これはですね、環境ミュージアム、今紹介した施設の中で活動している市民ボランティアの方ですね、環境学習サポーターというんですけど、その人たちの活動風景です。主な活動としてはですね、環境ミュージアムで子どもたちに廃材を利用した工作や科学実験をですね、体験させる環境学習であったり、依頼があればですね、近くの学校や市民センターというところに出張授業を行っております。また、市施設の工場や浄化センターで、施設の見学者にですね、簡単な施設の案内とかも行っております。はい。そして、これもですね、北九州ならではというところあると思うんですけど、環境に特化したですね、検定、ご当地検定をやっております。これは全国初のですね、環境分野のご当地検定で2008年から実施しております。目的としてはですね、市民が楽しく環境学習の機会を増やしたり、環境意識のレベルアップですね。そして環境に関するを持つ市民の裾野を広げるということになっております。より多くの市民の、北九州の環境にですね、愛着を持っていただいて、世界の環境首都を目指す北九州の環境アピール主力校になってもらっています。毎年多くの受験者に受けていただいて、2020年にですね、6000人を突破することもできました。緑のノートと同様にですね、学校教育に協力する形で、2012年からですね、小学校の方で受験もできるようになっております。大きな会場とは別にですね、学校において4年生を中心に、受験する仕組みを作っております。また、昨年のコロナ禍で会場受験が難しい、密になることを避けるためにですね、ウェブ、オンラインでですね、受験するようにも、なりました。そして、今年から本学実施をいたします。受験生のですね、拡大を目指して、新たな試験区分で中高生編、も、開始しております。そして北九州市内外はですね、中学、高校でも受験することができるようになりました。これはですね、西日本最大級の、環境イベントということで、エコライフステージということを私たち毎年開催しております。環境活動に取り組んでいるですね、市民団体や NPO、企業ですね、行政などがエコライフに関する学習や情報発信をこの場で実施しております。特徴としてはですね、会場からゴミを出さない、エネルギーは環境に優しいグリーン電力を使う、食べ物を無駄にしないフードロスに取り組むという3つの約束をもとに開催しております。ここではですね、普段見ることがない、関わりのない企業や NPO を見ることができるという貴重なですね、展示場所を提供しております。これはその時の、実績になりますけど、2019年の実績になるんですが、11月23日、24日の2日間で、本庁舎周辺でですね、開催しました。そして来場者としては15万7千人、出展団体としては83団体ありました。そして環境マスコットキャラクター、テータについて少しお話しします。環境未来都市北九州市や市の施策をですね、広報、PR するために、市の様々なイベントに参加してもらっています。特にですね、幼稚園や保育園に訪問してもらって、園児に合わせたですね、簡単な環境のお話や、このスポットキャラクターのデータダンス、
を教えるようにしています。まあ、当然子どもたちの大人気でですね、毎年毎年たくさんのところからですねお声をいただけるようになっております。そして先ほど紹介した市職員がですね出張する事業にもですね生産の方が行って北九州の PR も行っております。でこれがですね本当にいつもやってるわけではないんですけど、家庭での CO2 削減を目的にですねエコーチェックシートや環境家計簿の取り組みということをやっております。こういうことをやることによってですね、まあ、お家の方でですね、いろいろな環境について環境について学習してもらったり、意識を持ってもらってですね、CO2 削減をしましょうということになっております。こういったところがですね、私たちの今やっている取り組みの一部というんですかね、業務の方になります。ちょっと駆け足になってしまいましたが、以上がですね、北九州市環境学習課の、取り組みというふうになります。ご清聴ありがとうございました。反省さん、ありがとうございました。Thank you very much for… 反省さんもありがとうございました。北九州市での経験を共有してくださいました。この能動的な学習というのは学校だけで必要というわけではなく、社会全体としての支援、サポートが必要だと思います。そういった点に関しましてもディスカッションセッションの中で話せればと思っています。では田代久美様を紹介させていただきます。環境省の大臣官房総合政策課の環境教育推進室の室長補佐でいらっしゃいます。日本の経験ということで国のレベルでどういった取り組みがされているのか、環境省として環境教育をどのようにサポートしているのか、学校のレベルで、都市のレベルでということで、田代様からお話しいただきます。どうぞ。はい、久村さんありがとうございます。それではスライドの方をお願いいたします。環境省環境教育推進室の田代と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ご存知の方も多いかもしれませんが、環境省は71年に環境庁として発足いたしまして、あと1週間ぐらいで50歳の誕生日を迎える省でございます。2001年からは環境省として動いております。こちらが大まかな国内の環境教育に関する動きになりますけれども、真ん中のところにあります国際的な動きのところで2002年にヨハネスブルクサミットがございました。この時に当時の小泉総理大臣が環境教育 ESDサステナブルディベロップメントのための教育が大事だということを訴えまして、国際的に採択され、2005年から2014年までが国連持続可能な開発のための教育の10年ということで採択されました。それ以来日本といたしましては環境教育 ESD に文部科学省と環境省が力を合わせて取り組んでいるところです。下の方、国内の動きですけれども、2003年には議員立法として環境教育推進法ができまして、環境教育が法律として国内で位置づけられました。その後2度の見直しがございまして、現在は環境教育促進法として動いておりまして、環境だけではなく環境経済社会のつながりを考えた活動をしていこうというふうになっております。これらを受けまして文部科学省と環境省が共同して ESD 活動支援センターというものを設置いたしております。現在は全国センターが1箇所、それから地方センターが8箇所、そしてその下にベースとなる ESD 拠点が139箇所ございます。こちらがそれらの ESD センターのマップになります。東京に全国センターがございまして、8箇所の地域ごとに地域センターがあります。そしてその地域ごとに特徴のある ESD を展開している拠点が現在139箇所登録されているところです。また見直しされました環境教育促進法の中で体験の機会の場というものが位置づけられました。これは
個人の場所ですね、企業様だったり NPO 様が持っている場所で場所を開放していただき、環境教育のプログラムを提供してもらうということで申請をいただきまして、それをもとに認定をいたしております。でそこでのプログラムを紹介したりをしているところです。この体験の機会の場にはどういうものがあるかと申しますと、自然体験だけではなくてさまざまな場所が認定されておりまして、キャンプサイトのようなところ、森林のようなところ、それからリサイクル工場だったり分別をしている場所だったりしておりまして、ただ見学をするというだけではなくて具体的な活動、ハンズオンのワークショップに取り組むことができるようになっております。また教員向けの研修も提供しておりまして、こちらも座学だけではなくて、昨年はちょっと集合型の研修が難しかったのでオンラインとハイブリッドで行いましたけれども、座学だけではなくてディスカッションだったりワークショップだったりグループ討議だったりを取り入れておりまして、右の方になりますが、一つ前のスライドでご紹介いたしました体験の機会の場ですね、こちらに実際に赴いて先生方にどういう体験ができるのか、どういったプログラムができるのか、どういう教育方法が子どもたちに可能なのかということを体験していただくこともできるようになっております。またこの研修の中では ESD カレンダーの作成というものをワークショップで行っております。この ESD カレンダーというのは学校で行う教育活動の中にいかに ESD を埋め込んでいくかというものを先生方に考えていただくプログラムになっておりまして、教科としての環境は現在日本にはないのですけれども、それぞれの国語算数理科社会のような科目の中に何年生の何の教科でどんな学習をしていて、それは ESD のどの部分とつながっているかということを一目で分かるように、また年間のプログラムの1年間の学習活動の中で何月の何の教科で習ったことは何月の何の教科で習うこととつながっているというようなことを先生方、学年を超えてあるいは教科を超えて共通の理解を持っていただくようなことができるプログラムになっております。これを学校で取り入れていただくことによりまして、アクティブラーニングの推進であったり、あるいはホールスクールアプローチ、学校全体で ESD に取り組むという形ができつつあるところでございます。また教材の提供ということも取り組んでおりまして、左にありますのは環境教育だけではないんですけれども、環境教育に使えるファシリテーションスキルのガイドブックになります。以前はその副読本というかテキストのようなものを作成したこともあったんですけれども、情報のアップデートが早くてなかなか追いつかないということもありまして、具体的な教材の提供というよりはその教材を使ってどのように教えるかというところに現在はシフトしているところであります。例えば右側の方は産業環境管理協会、ジャパンエンバイロメンタルマネジメントアソシエーションフォーインダストリー様の方で作られているウェブサイトでして、小学生向けと中高生一般向けの2種類ありまして、さらに先生向けのリソースページというものがあるんですけれども、こちらのファクトチェックであったりリソースの提供だったりをしています。例えばこのように民間の方で作られているリソースとパートナーシップを組んで、それを使った教え方を研修するというようなことで支援をしているところでございます。また全国の高校生の環境に関する活動に対するアワードの取り組みもしておりまして、今年で7年目になりますけれども、全国ユース環境活動発表大会というものを開催しておりまして、全国で環境活動に取り組む、さまざまな分野の環境活動に取り組む高校生の活動を発表してもらって、賞を出すということをしております。例えばこれまでの優秀校の取り組みの中では、海洋プラスチックの削減に取り組んでいるところだったり、捨てられてしまっていた農産物の利活用を地域と一緒に行っているところだったり、伝統的な産業を使って新たな産業を作るという取り組みを行っているところなどがございます。また学校以外へのアワードの取り組みも
行っておりまして、こちらはグッドライフアワードというものになりまして、今年で9回目で現在募集中ではございますが、環境だけではなくて環境と社会に良い活動をしている企業、学校、NPO、あるいは自治体、地域コミュニティ、そして個人でも可能なんですけれども、応募していただいて、こういう活動がありますということを広めることによって、これだったら自分でもできる、あるいはこんな感じだったら自分たちの地域でも取り組めるというようなことを広めるようにもしております。これまでは学校部門もありましたけれども、今年からユース部門を新たに作ったところです。例えば昨年までの優秀アワードを受けた取り組みですと、左上は学校の取り組みですけれども、幼稚園から短大までの子どもたちが一緒になって自然の中でさまざまな体験を行い、それを6次産業化させて地域と学校と一緒に取り組んでいくということで、これらも先生方あるいは地域がこういう活動をしてくださいと言って始めたわけではなくて、地域の中で学びを行っている中から、子どもたちの中からこんなことをしてはどうかというものが出てきたものを実際に行っているというところです。他にもいろいろあります。例えば一つ先に進んでしまいましたが、スライド戻ります。と左下はですね、廃棄物の分別です。こちらの町では出てきた各家庭から出てきた廃棄物を45分別しておりまして、 80% 以上のリサイクルを行っているところです。また右の上の方は、これは北九州の会社さんですけれども、海面活性に有効なものを使って消火火を消す液を作りまして、環境に負荷の少ない消火液で森林火災の消火に使えるようなものを取り組んだり、あとは右下の方はコンポストですね、コンポストの取り組みを行ったりというものがございます。それから一般の方向けにイベントもいくつか開催しておりまして、例えばさまざまなエコ活動を紹介するエコライフフェア、今年はオンラインですが6月10日から7月いっぱいまで開催しております。2050年に向けてみんなのライフスタイルを変えていこうというテーマで行っていたりですとか、それからもう少し自然体験より、自然よりにはグリーンチャレンジデーというようなイベントも行っております。それからビデオあるいは YouTube チャンネルのような教材を出していたり、環境教育 ESD トークシリーズということで、環境教育に長年取り組んでいた、あるいは現在取り組んでいる方、小学生から大学の先生までいろいろな方にお話をお伺いして活動を広めていたりですとか、それから国際的な連携としては国連大学東京に、サステナビリティ高等研究所Institute for Advanced Study of Sustainability がございますので、こちらと一緒に3つのプロジェクトを行っております。1つが RC と言われるもので、これは世界を対象としております。2つ目は prosper.net というもので、アジア太平洋地域の高等教育機関を対象としております。それから3つ目は SDGs ですけれども、各政府自治体に SDGs の取り組みを埋め込んでいく時の支援をこれから行っていく予定です。RC ですけれども、これは全世界を対象としておりまして、現在のところ179の拠点が登録認定されております。学校間あるいは幼稚園から高等教育機関まで、あるいは学校だけではなくてノンフォーマルな教育機関、社会教育機関ですとか地域コミュニティといったところと共同して具体的な活動を進めていくということが認められた場合に認定されておりまして、北九州市も一つ RC 北九州として認定されています。ブータンは現在のところ一つもまだ認定されていないので、ぜひこの取り組みに加わっていただければと思います。これが世界で認定されている RC の数です。179ございまして、現在も増えているところです。この RC の取り組みでは学校だけではなくてコミュニティで活動するというところも大切にしておりますので、それらのグッドプラクティスをまとめて出版して共有するということもしております。
それから国際的な取り組みあと2つですけれども、1つは、日中間の大臣会合がございまして、その参加で環境教育のエデュケーターのネットワークであるとかユースのフォーラムというものを毎年開催しておりますし、それから ASEAN の、政府の皆さんと環境教育のワーキンググループをしておりまして、ここで情報共有や政府の職員研修などを行っております。こちらは最後になりますけれども、それからもう一つグローバルエンバイロメンタルエデュケーションパートナーシップという取り組みを行っておりまして、こちらも情報共有あるいはグッドプラクティスの共有、それから研修の共有なども行っております。近いところでは今年の9月にアジア太平洋地域のミーティングが行われる予定で、11月には世界ミーティングも予定されています。現在はこの世界事務局とアジア太平洋センターの2つで運営しているところですけれども、アフリカにもセンターを作るという動きがありますので、アフリカから今日参加されている皆さんはぜひこちらのネットワークにもご参加いただければと思います。以上で発表を終わります。Thank you, Tashiro san, for sharing. 田代様、ご経験を日本政府の、それからまた環境教育の経験について共有をしていただきありがとうございます。政府の取り組みを支援し、環境教育を支援していくのは非常に重要なことだと思います。都市が学校の能動的な学習を支援する上でも重要なことだと思います。4名の方すべてのプレゼンテーションが終わりました。あと20分ほど時間がございますので、これを活用しいくつかの質問をぶつけていきたいと思います。すでに質問がたくさん寄せられています。この登録をなさった時、それからまたいくつかプレゼンテーション中にもいただきました。共通の質問、それからまた共通の理解を含めていきたいと思います。すべてを見ていけるかどうかは分かりませんが、その中からいくつか共有をしたいと思います。非常に重要な議論の土台になると思います。一つ目、これは先ほどの最後のプレゼンテーション、田代さんのプレゼンテーションと関連が強いと思うんですが、こういった教育、環境教育プログラムは、専門家が国レベル、もしくは地方行政府レベルで作るわけですが、そこにはあまりこの生徒が介在してのカリキュラム策定、もしくは教材開発にはなっていないようです。ご経験に照らし、この観光教育を作る上で、どうやってこの子どもたちのニーズを反映なさろうとしてらっしゃるでしょうか。まずは田代さんに伺いたいと思います。すでに教材が生徒発である、生徒側を出発点としているというようなお話がございましたので、子どもたちのニーズやリクエストをいかにこの教育カリキュラムや教材に生かしていくのか教えてください。教科として、学校の教科として環境というものがないと申し上げましたけれども、それを逆手に取りまして、それでは使えるものはすべて、教科の中に関連するものはすべて環境に関連させて取り組めるというアドバンテージがあるように思います。そのためあえて国としてこれを必ず教えてくださいというようなものは持っていないのですけれども、各地で行われている地域に根ざした取り組みを支援するようにしておりますし、それから子どもたちの中で行われている活動を表彰することによってさらに伸ばしていくということを行っております。例えばですけれども、高校生の取り組みですが、修学旅行で訪れた地域で、例えば仙台と神戸のような両方とも震災を経験しているところなんですけれども、そこの子どもたちがお互いに修学旅行で訪れて、それぞれの取り組み、環境だけではなくてそれによってレジリエントな地域を作るという活動を知っていたりするんですが、それを学び合っていたりですとか、そういった活動が行われておりますし、東京基準で
東京の季節を基準でやってしまうと北海道と沖縄では全然違う季節だったりして、同じ時期に同じプログラムは難しかったりするんですけれども、これを ESD 活動支援センターであったり RC のような地域の拠点を通して行うことで、それぞれの地域に合った取り組みが行われるようになってきています。また我々はユースネットワークの構築にも取り組んでおりまして、それらが生かされているのではないかというふうに考えています。以上です。ありがとうございました。 Thank you very much. So、we have another、では、その時間が限られておりますので、次の質問に移りたいと思います。これも参加者からいただいた質問ですけれども、環境教育というのは単に知識を提供するということだけではなく、より能動的な学習であり、そして生徒たちが行動を起こそうということで動機づけをし、そして社会全体にそれを広げていくということもその目的であると考えます。どのようにそれをするのか、そしてそういった結果が出ているかどうか、どのようにモニターができるのかという質問です。とても重要な質問だと思います。こういったプログラムですとか、その効果ですね、社会全体における効果をどのようにモニタリングするのかという質問です。北九州市からお聞きしたいと思います。こういったそのエコロジーノートはもう長きにわたって、それから環境教育もしていらっしゃると思いますので、北九州市の方からお答えいただけますでしょうか。結果をモニタリングするような、もしくは社会の変化をですね、この環境教育を行うことによって社会がどう変わっているのかモニタリングするようなプログラムもありますか。ですね、それが私たちも一番苦労しているとか考えなければいけないところだと思うんですけど、なかなかですね、指針みたいなものがないんですね。例えば工場の、公害の話であれば、何パーセント以下売人が減りましたとか、有毒なものが出なくなりましたっていう数字でですね、現れるところなんですが、実際に学習を受けていただいた方がどういうふうになっていったかっていうのは、正直長期にわたってですね、追いかけていかないとわからないというところがありまして、私たちもどうしてその行動変容を生んだかとか、そういう指針を出すかっていうとか悩んでるところなんです。で、私たちはですね、そういったことを長期にわたりモニタリングというか、追いかけることって難しいので、市の方でですね、環境局がやってるわけではないんですけど、市の方で、モニターアンケートということで、私たちの方から、こういったことの、学習をしてですね、何か行動に変化がありましたかというような感じで、アンケートを取ってですね、それの、パーセンテージで私たちは、こういうふうに、環境行政の考えがですね、浸透しているとか、浸透していないとかですね、施策が浸透しているとか、浸透していないとかいうところをですね、判断している基準にはしております。ありがとうございます。ウギアン、do you have any... ウギアンさんはこれにプラスするお話はございますか。新しいこの環境教育のプログラムを作っていく中で、モニタリングに関しての要素はございますでしょうか。このアクティブラーニングのそのモニタリングに関して、学校レベルでどうやって測定していくかということについてありますか。ウゲンさんに伺っています。ウゲンさん聞こえますか。ウゲンさんのコメントを待っている間に補足ですけれども、北九州市さんは魚町商店街と一緒に SDGs の賞をもらったりしていますよね。それらの活動にもかなり若い人たちが関わっているというふうに聞いておりまして、そういったところにもこれまでの環境教育の成果が出ているのではないかなというふうに思います。ありがとうございます。Thank you very much. So, while we are waiting for Ugen, so I want to... Ugenさんを待つ間、次の質問に行きたいと思います。これもまた重要な問題点です。ブータンにとっても北九州、そして日本全般に重要なことだと思います。アクティブラーニングのプログラムに関しては学校だけでやるわけにもいかず、社会全体の支援が必要です。北九州の場合はミュージアムがあったり、環境、それから環境センターがあったり、そういったところがシステムに参画して支援しています。
このような支援をどうやって動員していけばいいのか、いろんなステークホルダーを参画してもらうにはどうしたらいいのかという話をしていきたいと思います。どうやって、何かこうアドバイスがございましたら教えてください。では北九州市に伺いたいと思います。学校以外のステークホルダーを参画させるためにコツはございますか？私たちの方はですね、学校関係は教育関係と教育委員会とですね、協力してやっているんですけど、それ以外のところになるとですね、やっぱりなかなか裾野を広げるというのは難しいところではあるんですね。だから一つはですね、私たちの方は環境局と教育委員会だけではなくてですね、観光課の方でですね、部署がありまして、そういったところで、今はちょっと名前が変わってるかもしれないんですけど、環境修学旅行みたいな感じでですね、それで募集したりとかはやっていただいてますね。はい。Thank you very much. ありがとうございました。So, Mr. Tashiro, want to add anything? 田代さんから何か追加事項ございますか？ポイントだと考えておりまして、学校で習ったことは子どもたち、その教室の中ではその時はみんなそうだそうだって言うんですけれども、お家に帰って地域に帰るとなかなか継続が難しい。その点地域と一緒に取り組むということは毎日の生活の中でですので、身についていく、実践につながっていくということがよく見られております。それから行動に移す、あるいはマインドセットを変えていくというところでは、ゴミの分別、出口のところだけずっとやってるとそこしかできないんですけれども、だったらゴミが出ない製品を作るには、ゴミが出ない暮らしをするにはという条例の方から取り組むことによって、社会の取り組みを変えていく、環境省で進めている地域循環共生圏にもつながるところなんですけれども、という取り組みにもつながっていますので、学校教育すごく大事ですけれども、それを地域と一緒に取り組んで広めていくというところもポイントかと考えています。ありがとうございます。So, the Ugyen can join or... どうでしょうか、ウゲンさん入れますか？ブータンのウゲンさん、接続に問題があるようです。では次の質問もとても重要ですので、次の質問に行きましょう。環境教育にはリソースが必要である。しかし、そういったリソースですとか、国際的な支援スキームですとか、こういったものに関してはほとんど英語で提供されているということで、なかなかそのそれぞれの国の言語で使えないということで、どうしたらいいんでしょうかという質問ですので、これ CCET への質問ということですが、エコロジーノートというのは他の国でもやっていらっしゃるということですので、田代さん、いかがでしょうか。その国の言語、もしくはその国の状況に合わせていくという意味で、どういったことができるんでしょうか。お願いいたします。どうしても複数の人間が集まって何かしようとすると、共通言語である英語で、作業することになって、出版する我々の本とかですね、エコロジーノートなどに関してもまず英語で出版することになりますが、我々の方ではできる限り、現地の人に届けて、現地の人に使っていただかないと意味がないので、現地語版のエコロジーノートです。エコロジーノートに限らずですけれども、我々の出版物はもうできる限り現地語にしていくと、エコロジーノートに限って言えば、カンボジアでは現地語のクメール語、ブータンではゾンカ語に翻訳されて現地の小学生に使われています。であと内容に関しても、ベースとなる内容は日本のエコロジーノートを元にしてますけれども、必ず現地で現地の現状に即した内容を必ず入れて、また現地の人々に作成過程に参加していただくということは必ずしています。でブータンに関しては、先ほどウゲンさんからもちょっと発表ありましたけれども、現地のブータンの全国の理科の先生に集まっていろいろディスカッションをしてもらって、どういうふうに現地のカリキュラムと統合していくかとか、あるいは現地の NGO の方々などにも参加していただいて、教材作り取り組みました。
Thank you very much. So I saw Ugyen is in the line. Ugyen さんが戻ってきたようです。聞こえますか？Ugyenさん聞こえますでしょうか？はい。あ、聞こえます。失礼いたしました。大丈夫です。3、4分まだ残っています。いくつかの質問がウゲンさんに向けられていました。そのうち一つが、こういった環境教育プログラムを作っているときに、大体はこの政府の人が作ってしまって、生徒自体が関わっていないことが多いけれども、どうやってこの政府の、失礼、生徒のニーズや意見をその学習の開発に反映されているのかということ。二つ目が、先生だけではなくて、他のステークホルダーの支援体制、例えばビジネスパートナーやコミュニティなどの支援体制が必要であると。それが環境教育には、それから能動的学習には必要だということですが、ブータンの経験からはいかがでしょう。ありがとうございます。質問ありがとうございました。エコロジーノートを作る前、先ほどのスライドにも出ていましたが、4R クラブというのをしていました。2015年に作ったものです。2018年にこの環境局に入ったわけですが、4R クラブ、アクション 4R クラブに入っていました。ですので、そういった活動を先生や生徒さんたちと一緒にやってきました。そういった先生や生徒とのミーティングの中で、どうすればさらに強化できるかを探りました。先生も生徒も、主にこのクラブ活動であって、週に1回しかない活動だから、45分と時間が全く足りない。そういった限られた時間では、あまりこの生産的な活動ができない。そうなると、また来週続きをやるというようなことになってしまって、やりにくいという懸念がありました。なので、カリキュラムの一部にしてしまうことで、学校だけではなく、首都の学校だけではなく、全国の学校がそのメリットを享受できるようにしました。生徒と先生の能動的な学習のアプローチの時に、ブータンの環境教育に関しては、9人、10人の理科の学生はあったとしても、失礼、9年生、10年生ぐらいしかやっていないということがありました。そうなると、学習上のそのゴミ廃棄物管理などに対する関心度を高めるのが非常に難しかったです。シンプルな、例えばリサイクリング、コンポストなどをしてきたわけですが、教育上の行動変容を起こすことができれば、環境の意識だけではなく、よりその行動に移し市民が育成できるのではないかと考えました。なので、教育レベルが高まると、学年が高くなると、例えばアクティブラーニングアプローチをしたり、プロジェクトベース、リサーチベースの活動をしていくようにしています。他にもいくつかのステークホルダーを巻き込んでいます。クマラさんらがおっしゃっていましたが、僧侶を巻き込む形でのエコロジーノートの地元言語への翻訳を進めました。ブータンにおいては、この女性のリサイクルグループがありません。女性のそういったリサイクルグループに接触をし、現地のハンズオンでのトレーニングをしました。女性のグループに参画してもらい、現地の視察、それからプラスチックの廃棄物などを再利用するような、そういった点において NGOやアントレプレーナーなどからも、また政府からも大きな支援をいただきました。このプログラムにおいては、アップスケール拡大をしていくためには、そのプログラムがなければ可能ではなかったと思います。廃棄物管理プログラムの支援が非常に大きく、ブータンにはリサイクリング施設等がありません。
もしくは埋め立て地センターなど、失礼しました、そのランドフィルのゴミ捨て場などもない。ただ教育セクター側としては、現地の訪問してハンズオンでこのゴミ廃棄物管理の現実実物を見ることによって、そこから学びを得て、学校や大学、それからまたメディア、もしくはリサーチャーなどとの連携を図っていくことが大切と思います。ブレンさん、大変、全般にわたるご説明をいただいてありがとうございます。これでほぼ時間がなくなってしまいましたので、簡単に今日の学びをまとめておきたいと思います。私もこのウェビナーに参加し、このテーマについていろいろ学ぶことができました。で、現状の社会でありますけれども、炭素ゼロ、2050年までにカーボンニュートラルとか、もしくはその SDGs に関して2030年に達成というようなことを言っておりますけれども、やはりテクノロジー、イノベーションというのはとても必要でありますが、それだけでは十分ではない。行動変容ですとか環境教育というのもとても重要な柱になるということです。しかし、知識を共有するだけで終わってはならない。よりフォーカスすべきは変化を起こしていくということ、つまり行動変容であり、また行動を起こしていくことにつながるような教育であるということです。で、それからもう一つの学びといたしましては、でその学校だけではなく社会全体でのアプローチというのがとても重要であり、他の重要なコミュニティのステークホルダーにも関わっていただく、そして、生徒と一緒に協力をして取り組んでいただくということがとても重要であるということです。で、さらにツールですとか手法ですとか、先生、それからカリキュラムの開発ですとか、これをそのいわゆる英語とか国際言語と呼ばれるものだけではなく、よりそのローカルの言語で作成すべきであるという話もありました。で、そして国際協力ということ、それから国同士の、もしくは政府同士の、もしくは都市と都市、それから学校と学校の間などのピアラーニングというのも環境教育においてとても重要であるという話だったと思います。これとても重要な点だと思いますね。今日のウェビナーの中で重要なトピックだったと思います。それから田代様からお話がありましたように、 RCE という話がありました。RCE のプログラム、まだ今ブータンにはないという話でありましたので、今回初めて考えていただければということだったと思います。 CCET、 そしてできればですね、環境省さんがブータンと協力をし、こういった RCE のプログラムをブータンでも作成していただければというふうに思います。それができればこのウェビナーから大変実用的な成果を出せたということになるのではないでしょうか。スピーカーの皆様、本当に今日はありがとうございました。拍手で終えたいと思います。ありがとうございました。価値あるご意見、そしてプレゼンテーションをしていただきました。では、最後、終える前に何か田代さんの方からありますか？では、小永さんからも何か最後のコメント、もしもあればいかがですか？ありがとうございます。ウマラさん、とても積極的なディスカッションがあって感動いたしました。多くを学ぶことができました。環境教育、これが大きな関心を持たれているトピックであると知ることができよかったと思います。これからも続けていきたいと思います。教育関連でのこのトピックについて、これからもさらに深めていきたいと思います。もう一度こういった機会を持てればと考えています。それを持ち、この議論のフォローアップにできればと思います。ありがとうございました。小永さん、ありがとうございました。皆様、本当にありがとうございました。すべてのスピーカーの皆様、参加者の皆様、今日は参加していただきありがとうございました。情報、その他追加的なコミットがある方は、ぜひ私たちにウェブサイト上、もしくは E メールなどで連絡をしていただければと思います。この話を今日を最初の一歩として続けていければと思います。ありがとうございました。